女子 100m 平泳ぎ決勝第3レーン鈴木聡美。女子 100m 平泳ぎの決勝です。序盤から飛び出ていったのは5レーンの青木涼真。6レーンの宮坂も青木に7秒にして前半の 50m のターン到着でタイムを生かします。1秒44。頑張っています鈴木聡美。予選トップ通過の渡辺佳菜子は4番手で折り返しています。前トップは青木と宮坂が並んだ状態。そしてここで先頭争い4レーンの渡辺佳菜子がじわりじわりと上がってきました。3人が先頭争い。最後競り勝ったのは青木涼真、1分6秒98派遣標準記録に迫るタイムでフィニッシュしました。2着に渡辺佳菜子、3着に宮坂。